ございます。私は今どこにいるかというと、福島の実家に帰ってきてます。イエーイ。今年はね、結構長く福島にいることができました。私ね、ついさっき起きたんだけど、お父さんとお母さんがいないっていうサプライズが。今日夜東京に帰ろうかなって思ってます。実家でのメイク準備を取っていきたいと思います。 Get Red with me。 一つ言えることはさ、福島の空気ってやっぱすごい、空気が澄んでて、空もさ、夜もさ、星が綺麗に見えて。今日はこの後は特に撮影もないし、私は編集と帰るだけなので、ナチュラルメイクな感じでいきたいと思ってます。今回ね、乾燥がひどいだろうなと思ったので、このクリーム持ってきたんですよ。キュレルのフェイスクリーム。これめちゃくちゃ良くてさ、前にもどっかで紹介したかもしれないけど、肌の調子悪いなっていう時は、私はもうこれ一つだけにするんですよ。赤みとかね、ニキビ跡とか、めちゃくちゃねこれにね守られてる。みんなは2023年のカレンダー買いましたか？私はね、毎年ママンちゃんのねカレンダー買ってるんですけど、今年がね全然どこにも売ってなくて、まだ買えてないんですよ。ネットとか探しても全部ソールドアウトで、まだ買えてないです。乾燥が怖いので化粧水も2回やりました。はい、コンタクト入りました。ピジャマジャマ最高踊ろうよ、リズムに合う。なんかそんなにハッピーなの？今年のお正月はさ、初めてと言っても過言ではないくらいの、寝正月じゃない正月をね過ごしました。アクティブな正月もいいもんだなって思えるくらいの楽しいお正月でした。で、おばあちゃん家行ったり、リカちゃんキャッスルに行ってきてさ、みんな知ってる？リカちゃんキャッスルって、福島のね小野市っていうところにあるんですけど、リカちゃん人形ってあるじゃないですか。それのねお城があってさ、私もそこ幼稚園生の時に行ったきりで、すごい久しぶりに行ってきたんだけどさ、すっごい楽しいね、あそこ。その行った動画も撮ったので、ぜひご覧ください。で、なんかリカちゃんをねカスタムで作れるところがあって、それが一番楽しかった。お母さんとお父さんで行ったんだけど、お父さんめちゃくちゃ暇そうにしてたの。お母さんと張り切って自分だけのリカちゃんを作って帰ってきました。でも私は小さい時、そんなにねリカちゃんに興味なかったらしくて、買ったのはいいものの全然遊んでなかったらしい。何で遊んでたんだろう。リカちゃん家行ってきたんだけどさ、なんとお年玉をもらっちゃいました。みんなはいつまでお年玉もらえてましたか？私があげないといけない年なのに。おばあちゃんもおじいちゃんも本当に元気で、元気な姿を見れてよかったなと思いました。全然話は変わるけどさ、私正月ってすっごく好き。なんか一気にリセットされる感じがあって、また気持ち改めて頑張るぞっていうね感情にさせてくれるので、ありがたい。なんか新しいこと始めやすいし。うん、撮ってた。お魚くわえたドラえさん、ね、今年のねやりたいことみたいなのもあるんですけど、新しいことに挑戦したいなと思って、今年はですね英語を頑張ります。今年は英語を勉強して、それなりに話せるようになりたいなと思っております。その前に漢字の勉強もなんですけど、使ったのはこちらです。クレドボーボーテの下地と RMK のファンデーションです。東京帰ったら眉毛とまつげやってもらわないと、今ボサボサで最高です。昨日はね連休の真ん中だったんですけど、アウトレットにも行ってきました。アウトレットでラルフローレンのめっちゃ可愛い白シャツ買った。ありえないくらい可愛くて着るのが楽しみ。なんか結局アウトレットっていろんなお店見るんだけど、最終的にラルフローレン行っていいの見つけて買ったらもう満足しちゃって、もういいやっていう気持ちになっちゃうの。え、お母さん、お父さんは？お父さんは？あ、下にいるんだ。
ねげねげねね。もう本当にナチュラルメイクなんで、もう下地と眉毛とリップぐらいで終わろうかなって思います。さんはカメラ回ってるとカメラ用の喋り方になってるからめっちゃ面白い。でウォンジュンヨ先生のパウダー、ファサファサファサ。よし、 OK じゃないかな。こんなもんかな。お昼何食べんの？え？お昼何食べるの？ご飯あるよ。あ、ほんと？お腹すいた？はい。リップもウォン・ジョンヨ先生のリップステッカー06のクラシックトープ。最近はね、ちょっとこういう深めの赤っぽいブラウンハマってます。やっぱ25歳になるからね。25歳ですって感じの色です。そう、お正月前にね、めちゃくちゃ急いで髪の毛をね、黒にしてもらいました。駆け込み黒ダッシュ、もういいや、ね、黒髪がなんだかんだ一番落ち着くなっていうところだよね。前の一番ピークだった時のね、髪の長さに戻したいなって思ってて、今頑張って切らずに伸ばしております。この後、東京に夜帰ろうと思います。うん、よろしくって言ったかな。バイ。